本的に楽しいと思うことや。弱点はありますか？せっかち？いや、僕投資したのが好きなんで。せっか。黙食ってどっちですか？お肉を食べる方ですか？エロとエロの違いで具体的に言ってみて。私、M じゃないかも。今日は、皆さんから、インスタで募集させてもらった質問にサクサクと答えていきたいと思います。皆さんたくさん質問いただいてありがとうございました。どうぞ。お休みの日はお子さんとどんなことを過ごしていますか？お休みの日はお兄ちゃんがもう大体土日は終日野球なんで、大体娘と一緒にいることが最近多いんですけど、映画行ったりとか、この間も鬼滅の刃見に行ったんですけど、あとなんか私のトレーニングに付き合わせたりとか、土日は最近ね娘がよくご飯を作るんで買い物から一緒に行ったりとか、なんかそんな感じですね。昔から運動習慣はありましたか？ヨガ以外にも何かありますか？それこそ学生時代は小学校中学校とかめちゃくちゃ運動したんですよ。中学校も3年間バスケしてたし、小学校はなんか特設クラブっていって3ヶ月単位でやっていく運動があって、陸上とか器械体操とか水泳とかも全部やってたんで、すごい運動ばっかだったんですけど、高校入ってモデルの仕事始めて、で結婚してこの3、4年前まではほとんど運動からちょっと離れていった。で、1人目が生まれてすぐにちょっと病気をしてしまって、自分がで筋肉が体の結構動かせなかったからなくなっちゃって、その時にパーソナルのいい方と出会ってっていうところでなんとなく始めたけど、今みたいに結構やり始めたのはこの本当に3年ぐらいですね。お料理の献立はその日に考えますか？大体でも、スーパー行って次の日の分まである程度考えたりはしますが、大体その日の気分で作ってます。ちょっと同じ感じですが、お仕事のある日の夜ご飯を作るタイミング、朝仕込みする、帰ってパッと作る、終わる時間によるよね。仕事があっても家に着くのが5時だったらゼロから作るけど、家に着くのが6時半だったら、もう下準備とか作っていきます。雨の日にデートするとしたらどこに行きたい？そんなのおうちデートがいいに決まってるじゃないですか。ねえ、どこも行かなくていいよね。今年で29歳になります。30代に入る前に何かアドバイスが欲しいです。いい機会だよね、一回自分を見つめ直す準備。でもやりたかったな、やりたいなってことをこうやって箇条書きにして一個一個潰していくのはいいんじゃないですか、また30になって違うフェーズに入ったらね、できなくなったりするから、できるうちに一個一個、気分が落ち込んだ時の解消法を教えてください。結構多かったです。落ち込む人が多いね。すっごい多かったです。ちょっとじゃあシリアスに受け止めましょうか。私はなんか考えるとこまで考え尽くしますけどね。でもそれをしちゃうと立ち直れないからってどっかでね、ブレーキかける人もいるし、どうやって落ちちゃった気分を元に戻すか。そう、でも極論だけど、落ちたら落ちた自分と向き合うっていうのもそう、なんか一つかなと思ってて、いやなんかね、やっぱ車乗ってたりすると本当に気分が落ちたりすると、やっぱりこう一人で運転してたら涙が出たりとかするわけですよ。でもそれ、涙が出るとそこからやっぱりこうちょっと解放したりとかすっきりすることもあるし、もちろん気分転換っていうのも一つですけどね。ただその内容にもよると思うけど、まんべんなく訪れてくるような同じような種類のあれだったら一回向き合うっていうのは私は一つかなと思って、だってずっと繰り返しちゃうから。でも単純にやっぱ気の合う友達とドワーって話してでもいいと思うし、と思います。女性として意識している所作ありますか？
所作、所作って例えば具体的なことってことかな、手の置き方とか、うん、へえ。でもね、私それ思ったんですよ、この間考えてて、まあ、自分は、私は二十歳の時から憧れてる女性ってやっぱりすごい色気のある人が好きだったんですよ、うんうん、でスタイリストさんとかにどういう衣装にするって言われても、なんかエッジがあってとかなんとかでって言っても、でも絶対品と色気があるやつって最後にやっぱつけてたぐらい、品と色気ってすごい大事だとは思ってるんですけど、女優のお仕事をやらせてもらってるんで、自分の所作をテレビで見る機会そうかあるから、それは役によるんだけど、キャリアウーマンの方もいればの時もある、役の時もあれば全然違いもいろいろあるけど、そこで自分の所作を見つめ直せるんですよね。あとグータンヌーボーやったでしょ、ね、あれって食べながら喋るじゃない、食べながら喋るって結構高度なんですよ。でもそこでやっぱ自分の食べ方とかチェックできるから、私の場合はやっぱりこうカメラに映って自分でこうチェックができるから、もし機会があったらちょっと自分のあれを定点とかで置いてちょっと振り返ってみるとか、食事の時とかっていうのは一番もしかしたら効果的かもしれない。京子さんのことが好きすぎてずっと待ち受けにしてます。多忙な中パワフルに過ごす秘訣は何ですか？とどまっていることにすごく飽きてしまうから、止まっているとそれを破壊してさらに新しいところに行きたいみたいな元の性格があるんですけど、楽しいことをやるってことかな。楽しくないことはもう あんまり、まあ、いろいろ大人の事情があるからやらないといけない時もありますけど、基本的に楽しいと思うことをやる。お子様との時間で一番好きな過ごし方は何でしょうか？寝てる時、子供寝てる顔見てる時。調子がいい時はどれくらいお酒を飲みますか？私お酒が飲めないんですよ、弱くって。調子が良くと、まあ、ハイボールとか、まあ、3杯ぐらいはいけるかなって感じですけど、だいたい家で飲んでてご飯作りながらハイボールとか飲んでると結構もう1杯飲む前に眠くなっちゃったりとか、なんかこう体が弛緩しちゃってすごいだるくなったりします。だから好きだけどあんまり飲めない。価値観を変えた本や映画などありますか？あるのかな、なんかある、みんな価値観変えるって難しくない？価値観って変わらないよね。それこそそのキムジヨン、82年生まれキムジヨンとか、ああいう作品を通してみんなで、あの感想を述べ合って知る発見はあるけど、価値観、でも恋愛の価値観とかはあってストンって落ちる時がある。なんかこう向こうが何気なく、いや私こうするよとか言ってた時に、えみたいなことはなんか最近ありましたね。男性の色気を感じるパーツは内面的じゃないってことでしょ？みんなで答え合わせしよう。私この背中の筋肉とか、胸筋？喉仏？わかる。首のところ、ごくごくの喉が動く感じ。嘘。喉仏色気か。色気だよね。でもやっぱ胸の厚さじゃない、あとなんかこう実際香ってくるのとはまた別な感覚的な、ここら辺から出るような匂い。わかります？まあそれかな。入浴しながらやっていることなどあれば教えてほしいです。最近はなんか作品に入ってないと逆に忙しくて、友達との LINE のやり取りとか、友達だけど仕事のやり取りとかあるじゃん、なんかそういう、あとまあマネージャーの和子ちゃんから来るこれチェックしてくださいみたいな動画がいっぱいあって、それのもう処理がお風呂場なんですよね、最近。そう、もう寝てる時にブルーライトあまり浴びたくないと思うと、じゃあお仕事を結構お風呂場で、食事で気をつけていることは？ちょっとざっくりですね、最近ですね、なんか
肌荒れとかが結構治らなくなって、食生活見直そうと思って2年前に受けた遅延アレルギーの結果でテストで卵、卵白と牛乳がもう突き抜けてくって症状が出てて、でもそれを受けたのを忘れて普通に生活を送ってたんですけど、最近それを見返して今もう一回ちょっと新しいのを受け直してるんだけど、とりあえず卵と乳製品はちょっと避けてますね。それ以外も結構何でも好きなの食べちゃう。うん、だけどもともと多分 それこそ自分が生まれ育った環境、家の中であんまり脂っこいものはなかったんですよ。そう、いいですね。そう、まあ、お母さんがコロッケ作ってくれたとかしたけどあんまりなくって、だから私も必然的に家で作るときは基本的に揚げ物もちろんするけど、子供好きだから基本的に和食だし、子供もあんまり朝とかパンにしてもパンとか食べない、でご飯にしたりって言ってご飯食べたりです。味噌汁とライス作った、味噌汁は朝から作るんです。前の日に作った濃麺作って、うんうん、残ったやつで、まあ、卵落として朝は食べさせて、それとご飯とか、まあ、目玉焼きとご飯とか、うんまあ、朝食大体、うん、朝ごはん何食べてますかっていうの結構あります。じゃあ大体は私朝はあですけどあんまり食べないです。最近はもうもうやっぱり食べる、そんなに3食いらなくなってきちゃった、うん、ね、ちょっとそんなにいらない でもちょっと食べる。だからね、うん、子供すごい泳ぎ悪いんだけど、子供に配膳したものを隣でお弁当詰め込みながら一口ちょうだいって言って食べたりとか子供が残したものを食べるぐらいでちょうどよくって、でもうお昼ランチを割としっかり食べたら本当に夜は控えめにするとか、ちゃんと食べるのを一食にしたりとかしてます、うん、もう体が重いそんな必要としてないと。これも結構多くて、うん、京子さんの YouTube にもすごいコメントが来るんですけど、京子さんの話し方がすごい素敵だと。で、ね、人や YouTube 等で話すときに注意していることはありますか。そうですね、これは YouTube というよりはやっぱりその前に2年ぐらい前からグータンヌーボーをやらせていただいて、まあでももっとその前からかな、ちょっとちょっとの経験だと思いますけど、ベースでやっぱり良かったなと思うのはやっぱり子供を産んで子供を通して社会と接することが多くなったんで、その自分が芸能人として喋るんじゃなくて本当にその子供の母親として喋っていく、その社会と関わる経験が機会がすごい多いから、やっぱりそこで話し方っていうのはすごい学んだし、あとやっぱりグータンでやっぱり来てくださるゲストの方がなんかどうしたらこういろいろ喋ってくれて話しやすい環境を作れるのかなっていうのは、やっぱ毎回やっぱりあれ3時間撮ってるんで1回の収録で、それが30分弱20分ぐらいになるんだよね、3時間がやっぱりそこの積み重ねかなと思いますね、うん、話し方も大人、もう真似できない大人って感じなんですよね。めっちゃコメント多いですよ。あの京子さんの声を聞いてるだけで落ち着きますみたいな、あの声の高さがさ低すぎず高すぎず、うん、いいね、音なんだよね。なんかでも変と言ったら変だけど、ちょっと不思議な音域だなって自分で思います。なんかちょっと独特、そうそう、それは自分でも思うし、あのだからやっぱり役をいただいても庶民的な役が似合わないのは、もう声の発声が違うんだと思うんですよ。だからこうなんかこうすごい突拍子もない、なんかわかんないけどテロ組織のトップとか、まあ、バリバリのキャリアウーマンとかの方がハマるのはやっぱ声の発声とかがもうちょっとそっちなんだなって思う。若い時からですか。いや若い時は違いましたね。20代の時はね、やっぱりいただく役と何、いやいや、ハム工場の娘を思い出した。ハム工場の娘だから、うん、ドラマデビューその時すごい高かったなと思って声が、まあ、緊張もありますよ、ね、やっぱり緊張すると声が高くなるけど、うん、なんかねやっぱいただく役が20代じゃん。でも精神年齢が高かったんで、その自分で合わないんですよ役と精神年齢が。そうすると私の持論だけど声をどこで出していいか分かんないの。いただく役が声を高くしないと合わないんですよ。
なんかバランスだと思うけど、全体が。それがやっぱりこう年齢を重ねていくことで、いただく役と自分の精神年齢が合ってきたから、すごいうまくストレートに出せるようになったなと思います。だから今は自分の声が、声を使った仕事がすごい好き。ナレーションもやらせてもらってるし、ラジオで前ね、オールナイトニッポンとかもやらせてもらったけど、すっごい楽しかった。気が乗らない集まり、お誘いの対応をどうしてますか？これはね、私やっぱ言っちゃいけないと思うんだよね。でもあるある、私もある。すごくいい顔しちゃうんで、断れないし、いいよいいよって言っちゃうんだけど、楽しいことをやっていこうって意識になると、ちょっとしんどいなっていうのが、今までよりしんどくなっちゃって、うわぁ、すごい消耗したって思うんですよ、終わった後に。それはもう、スパッと断っちゃっていいと思うんだよね。相手にもちろん迷惑かけないように、なんかいろいろね、大人の嘘をついてでもいいんだけど、やっぱり自分が気分が乗らないことはしない方がいいと思います。年上を好きになったのですが、可愛いという目でしか見てくれません。どのぐらい上なんだろうね。何歳と何歳か知りたいよね。確かに。何歳？2個目。可愛いという目でしか見られない、見てくれない、どうしよう。可愛いから好きになってくれないのかな、っていうことだよね。なってくれないってことだよね。どうなんですか、可愛い止まりってあるの？可愛いと好きになんないの？どう？だから多分、まあ、33歳だったら21とか2とか3とか。いや、僕年下のが好きなんで。しっかかわいいですね。参考にならなかった。なんかあります、こう、じゃあこういうところを見せたらどう、大人の女性としてのアドバイス。なんだろう、それってさ、年下で可愛いから恋愛対象にならないっていうのが、そもそももしかしたら違うと思うよ。だから、そう、年下をまあ排除しましょう、一回。年下だから私あんまない。まあ、よっぽどその方が年上じゃないとっていう普通の強いこだわりがあったら別だけど、でも好きになってくれないってちゃんと好きアピールをしてるのかな、そもそも。してないのかもしれないですね。ね、ちょっとしてみたら、第一歩。昭和的に言うとさ、あなた色に染まるなんて。いや、もうめっくりからもそういう時代じゃないんだってば。今理想の女性にね、今あ、理想の女性ね。あ、じゃあ好みのタイプを聞くとか。ああ、確かに聞かれたらちょっと思いますね。え、だしそれ聞いて努力もできるじゃん。弱点はありますか？せっかち。ああ、もうちょっとやっぱりどんいや、どんと構えてるんですけど、なんかすぐに決着をつけたくなるから、決着はつけるまでの期間が経験だと思ってるんで、そこをもうちょっとゆっくりしていかなきゃダメだな。彼氏の携帯に元カノの写真が入ってるの見たら消してって言えますか？気になりませんか？気になる。てか、でもなんで携帯を 見れるかな、そもそも。見ちゃったのかな。見ちゃった、ね、だから見ちゃダメなんだよ、携帯は。ダメか。ダメ、見ちゃう。いいことないじゃん、だって。だって見ちゃって消してって言われたら、ぶっちゃけちょっと男性引くと思いますよ。まあ、たまたまね、こうやって出てきた、ね、一緒にこうやってて見てきたっていうことだったなら、消してっていう。素直に。言っちゃった方が後に引かないよね。悶々とするの嫌だから。次生まれ変わるとしたら女性男性どちらですか？理由含めお答えください。すごい来ました。20代の時に同じ話をしたことがあって、今思い出したんですけど、スタイリストさんと話してて、その時男って言ったんですよ、間髪入れずに。なんで遊びまくれるからって言ったんだけど、若いね。でも今思えば別に女性だって遊びまくれるし、女性が楽しいかも。うん、
専業主婦です。毎日お家で子供と向き合う日、うん、どのように楽しみを見つけたらいいでしょうか。そう、他にも育休中です。出産して仕事をセーブしていた時期は子育て以外にもどんなことをしていましたか。私、出産して仕事セーブしたことないんですよ。でも一人目の時は半年ぐらい空いてたのかな、仕事産んでから。でも何してたって言っても子育てで1日って過ぎちゃうんで、なんだかんだ、まあ、それ以外にやっぱりその自分磨きっていうかトレーニングしたりとか、なんか整体に行ったりとか、その体体力作りはしましたけど、あとまあ子供がある程度預けられるようになったら、その間は映画、なんか自分の楽しみプラスその自分の何て学びになるようなこととか、まあ、普通にやってましたけどね。23歳女子です。自分に自信がなくなってしまうとき、どんなことをして自信を取り戻しますか。自信がない人が自信を出すにはどうしたらいいかっていうのもめちゃくちゃ多かったです。それって多分前スナック京子でも話したけど、やっぱ自己肯定ってことだと思うんですよ、イコールで。自分、私もやっぱりすごく自信がなくなるときってやっぱり頻繁に起こるし、それが長く続くことっていうのは、まあ、あんまり最近はないけど、でもちょっとしたきっかけで上がったりするんですけどね。でもさ、自分が得意だったり、自分がここは人よりもちょっと長けてるかもとか魅力的かもと思うことを別に誰にも見せるわけじゃないから、小さいことでも箇条書きして、その中で1個でも2個でも、あんまり多すぎるとちょっとわけわかんなくなっちゃうけど、それをさらに自分の中で人よりもとっても長けてるものっていう風にやっぱり思い込む。だって自信がある人とない人の差って思い込みの違いでしかないと思うんで、そう、だから箇条書きにして書いて、その中でベスト1と2ぐらいで、それを自分の中でとても価値のあるものにと思い込むようにする。新たに自分のためにチャレンジしてみたいことは、私は48歳にして英会話を始めました。偉い。私も最近また英語の勉強を始めたんですよ。そう、私の友達が、あのマッチングアプリで知り合ったアメリカ人のテキサス出身の男の人とは結局恋仲にならずに本当にジャストフレンズになっちゃったっていうので、でもその人英会話の先生なんだよっていう人を紹介してもらって、その人最近、まあちょっと余裕がある時ですけど、勉強することは楽しいですよね。私もそうだから、私も英語をまた始めました。京子さんの肉食な生活はいつ形成されたと思いますか。めっちゃ羨ましいです。肉食ってどっちですか、お肉を食べる方ですか。違います。男ってこと、男性にってことですよね。そんな答えが返ってくる。男性、でも言うほど本当に肉食じゃないんですよ。なんか、そうです、ね、肉食かな。私ほらなんか一時期さ、ちょうど1年ぐらい前に写真集出せてもらって、はい、プロモーションで結構テレビに出る場面が多かったり、ちょっとこうグータンとかでも、まあ、田中みな実ちゃんとの比較とかで、ま、の話でよく肉食みたいになってますけど、そんなに肉食ではないと思うけど、そんなことない。くださるアドバイスが肉食だなと。でもそれは私がするとはまた別だから。あ、確かに。アドバイスはできるけど、意外と自分のことになったらそんなことないですよ。あ、肉食の定義って自分から告白することは。あ、でも結構そこは自分から仕掛けるっていうのが肉食の定義だった、はい、でも自分から仕掛けないでいいよって来ることなんてない、まあ、ある人はいいよね。そうですよね。けどみんないけないよ、みんないけない。でもじゃあせっかく好きになった人をどうするの。いけないで終わっちゃうの。終わっちゃってる子がめっちゃ多いんです。すごい好きになった人がいてさ、その人への思いが断ち切れるの。時間とともにこうちょっと風化していくの。
そう、何もね、アクション起こさずにさ、その気持ちがね、もっと当たって砕けたなら、それはそれで諦められる、ね、諦めがつくとかっていう、もしかしたらそもそもそんなに好きな人ができてないのか、そんなことあるの？結構いますよ、なんか本気で好きになったことがないかもみたいな。でもブレーキかけてんだろうね、自分できっと、うん、そうなる前に、いや、そう傷つかないよね、うん、ありえる、松本さん。いや、私が多分言うと思う、乗る方ですね、自分から行く方。そうですね、行ければラッキーじゃないですか。そうだよね、そうそう、だから行ければラッキー、ダメでも諦めがつく、あと好きと言って嫌な気持ちになる男性はいない、うん、と思う。それは全部そう聞いてたら言えない。言えないんだ。言えないの？京子さんのことを好きな年、結構若めの男の子たちから来てたのが、かっこいい年下の男性の条件、年上の女性が好きな男の子たちなんでしょうね。これは多分絶対に誰にも否定されない答えだと思うんですけど、もしかしたらそれは経験値がないことの逆手なのかもしれないけど、うん、そういう意味での男気があると思う、うん、やっぱり自分と同世代とか自分よりもちょっと上の世代になると、経験とかあと責任が増えてくると、うん、なかなかやっぱり、うん、億劫になったりとか身の足を踏んだりする人が多くて、もう男気がないってすごい思うんですよ、うん、私的にはもっとはっきりしてほしいとか、それがやっぱりきっと若い男の子にはいい意味でないから、もうまっすぐに猪突猛進でイノシシのように来てくれることが、やっぱり女性ってすっごいやっぱ求められてると思うから、めっちゃくちゃ嬉しいんだと思うんですよ。そうじゃないですか、だからそういう言葉がちゃんとスパッと言えるとか、それが無邪気みたいなね、無邪気だっていうとか、なんかピュアに見えるという結果になると思うかもしれない。さとか可愛さもあるし、なんか年下だからどうとかっていうのをやっぱり覆してくれるぐらいのなんか男気があるんじゃないのかなと。モテる女性の定義とは、モテる必要はあるのか。あるでしょう。定義なんだと思う、モテる女性。これでもまた難しい永遠の課題だけど、女性が好きな女性と男性が好きな男性が違うっていうのが、やっぱ折り合いがつかない気遣い大事？大事ですね。あとは何が大事？自分のことを高くしてほしくて、うん、例えば合コンとかにすぐ行くような女性よりは、うん、例えば可愛くなくてもそれに行かないっていう女性の方が、うん、ブランド化されてる。保守的な感じがいいってこと？保守的じゃないよね、自分を安くしない安売りしない人がいいな。でもそれはイコールで言うと、自分を持ってるとか、そう、自分の時間を楽しめるとか、自立した女性。でも男性が心地よく話せる場を作れる人じゃないですか、うん、こう聞き上手みたいな人、あと清潔感とかあるよね、絶対に、うん、でもね、そうそう、それこそそれ2日前ぐらいにね、と思ったのは、ちょうどランチしてた私よりちょっと下の女の子が、今までの彼も全部彼がいろいろしてくれるんだって。自分が尽くすんじゃなくて、彼がしてくれるタイプが多いらしいって、すごいなと思った。してあげたくなる。そう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 、私はその前に私がしてあげたくなって動いちゃうんですよ。それをもちろんそこを生かしてもいいけど、相手がしたくなる。きっと男性ってね、何かをしてあげてそこに達成感で自分をきっとこう、でもどうなの、見た目的にすごい多分色気とエロってあるじゃない、はい、色気はいいけどエロは嫌だみたいなとこある。エロは嫌ですね。エロと色気の違いで具体的に言ってみて。エロと色気の違いですか。色気はだからもともとその人に持ってるもので、うん、でオーラみたいなものなんですけど、エロは自分からパン露出するってこと、はい、あ、露出だけじゃなくても、まだ品があるか品がないかってことね。そうです、そうです。それで言うと、上品とはどんなことですか？定義を述べるのは難しいと思うんですけど、まあ一つ一つの所作につながると思いますけどね、うん、でも。何だと思います？上品。想像力じゃないですか、
相手がこうした時にどう思うかなって、それは人によって違うから、それが上品さにつながる、そう思います。この人はだから俯瞰で自分見るのも想像力じゃないですか、想像力が品なのかなと。へえ、あ、そういう答えがあるんだね。なるほどね。なんか私はもうちょっとこう本当に手前で見た感じで言うと、例えば油をかいても下品にお行儀が悪く見えない人とかって本当に品があるんだなとか、でもそれはその背景がねきっとあるから難しいね。なんかお金持ちでさ、小綺麗にしててもさ下品でしょって言うじゃない。でもやっぱ上品ってある程度年齢を経た時に構築されるもの、もちろん生まれ持って先天的な人もいるけど、だって例えばじゃあ若い子で上品な子したらなかなか出てこなくないですか、と思うとある程度経験を経て、その経験の消化の仕方とかなのかな。しょうもない質問します。え、それがラスト。いいよ、それがラストにふさわしいと思ったらいいよ。S ですか M ですか。それさ、よくで、そういう質問よくあるじゃん。S とか M、それそのセックスに対してのことなの、それともそうじゃなくて 性質的な方、性格的なところですかね。私 M じゃないかも。でもなんかそのストイックさとかさ、そ ね、そういうとこ見えてるとああ M だな、自分に対してのものはすごく M 感を感じる。女性です。同じ職場の7個下に恋をしました、攻め方教えてください。女性が7個下、悩みを聞いてもらうという手でちょっと食事行くとか、それはちょっと弱いところを見せるみたいな。絶対普通の構図として7個上だと絶対高圧的になりかねないから、その男性の種類にもよるけど、やっぱり自分が悩みを聞いてもらうっていうので食事に誘う、どうでしょうか。ありがとうございます。